みなさん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校5年生の社会・情報を伝える人々と私たちの2時間目の内容です。本日は、ニュース番組制作で気をつけていることの学習になります。教科書とノート・資料集などを用意しましょう。 教科書の176ページ、177ページの資料あ、と、編集責任者の塩塚さんの話、アナウンサーの鈴木さんの話を見てください。放送局の人たちが、ニュース番組作成の中で、どのようなことに気をつけているのか、調べていきましょう。一度、 動画を止めて、丸1、取材記者、丸2、編集・制作、丸3、アナウンサーが気をつけていることを、教科書の176ページ、177ページの資料あ、あと、編集責任者の塩塚さんの話、アナウンサーの鈴木さんの話を読んで書きましょう。 一、取材記者が気をつけていることは、いくつかの取材先から情報を得ることです。それは本当に事実かどうかを確かめるためです。二、編集、制作では、ニュースの重大さや内容によって、放送の順番や取り扱う事件を決めていることです。また、別の人が何重にも内容をチェックすることです。 アナウンサーは繰り返し読んで内容を確認することと読む速さや表情を変えることで分かりやすく放送しています。 それでは、教科書の178ページの資料あ、い、うを見てください。放送局では、どのような考えに立ってニュースを選んでいるのか調べていきましょう。一度、動画を止めて、教科書の178ページの資料あ、い、うを読んで考えてみましょう。 ニュースの選び方として、多くの人の暮らしに関わりがありそうなこと、多くの人が普通は起こらないと考えていること、今起きていること、起きたばかりの出来事、多くの人が知りたいと求めていることを考えて放送しています。放送局には大きな責任があります。編集責任者の人は、本当にこれでいいのか と毎日悩みながら放送しています。 教科書の179ページの資料「え」を見てくださいテレビ放送から受ける影響について考えていきましょう一度動画を止めて教科書の179ページの「資料」「え」を見て事故のニュースを見たときお店の紹介を見たとき台風情報を 見たときはあなたはどうするか考えてみましょう。 テレビ放送から受ける影響は、事故のニュースからは安全を心がけるようになります。お店の紹介では、行く人が増えるかもしれません。また、台風情報を知ると、外出をやめるなど、見ている人の考え方や行動を決めるきっかけになります。そのため、人にによってて意見が分かれる問題については、賛成と反対 両方の意見を取り上げるようにして偏りない伝え方をするように心がけています放送局は大きな責任を負っています